皆さんこんにちは。ようこそカップケーキ中毒へ。今回はフォンダントをパッチワーク風に仕上げてデコレーションする方法をご紹介します。ぜひ好きな柄のものを作ってみてください。今回必要な材料と道具はコーンフラワー、フォンダント、今回はハート柄を作るので赤と白を用意しました。丸い抜き型、この型のサイズですがカップケーキの大きさによって変わります。こんな感じでデコレーションしたいカップケーキの直径よりもだいたい2サイズ大きいものを用意してください。カップケーキにはレッドベルベット生地のものを使います。レシピ動画は説明欄のリンクからご覧ください。作りたい柄の抜き型、大小2種類のハート型を使いたいと思います。少量の水、バタークリームフロスティング、フードペン、フォンダント用の綿棒、ナイフ、F で、以上です。では始めましょう。まずカップケーキにフロスティングをのせます。フロスティングをのせてカップケーキのトップをきれいなドーム型にします。フロスティングとフォンダントを使ったこのテクニックを使えば、カップケーキが丸く盛り上がらなかったり、へこんで焼き上がった時でもきれいなドーム型に直すことができますね。ケーキカップの周りにフロスティングがつかないようにのせてきましたが、全体にのったら一度ナイフについたフロスティングを落として表面を滑らかに整えます。こちらのテクニック、カップケーキをドーム型に整える方法という動画でもっと詳しく説明しているので、そちらも合わせてご覧ください。動画のリンクは説明欄に載せておきます。ケーキカップの周りについたフロスティングを指で拭ってきれいにします。特に今回のように茶色のケーキカップに明るい色のフロスティングがついていると目立つので綺麗に取ってください。次はフォンダントを伸ばします。作業場にコーンフラワーを広げ、それをフォンダントになじましたら綿棒で伸ばします。後でもう一度伸ばすので今は厚めに伸ばしておいてください。このくらい厚めに伸ばします。次に赤いフォンダントを伸ばします。こちらはかなり薄く伸ばしてください。作業場にぺったりくっつかないように一度持ち上げてから型抜きをします。今回少量のフォンダントで作っていますが、もし一度にたくさんのこのフォンダントを作りたい場合は、作りたい数に見合った量のフォンダントを伸ばしてください。フォンダントが乾かないうちに必要な分の柄を1回で型抜きしてください。はい、大小様々なハートができました。ではこのハートにほんの少しだけ水をつけます。コーンフラワーがついている面に水をつけます。ここでたくさん水をつけるとハートの後ろから赤色の水が出てきて白いフォンダントに広がってしまうので、水の量には気をつけてください。水をつけたハートをペタペタ自由に貼ります。ここでもう一度伸ばしてデコボコの表面を平らにします。作業場にコーンフラワーを振り、フォンダントがくっつかないようにしたら優しく、そして軽く綿棒で伸ばします。何回か往復したらフォンダントを回してこっちから同じように伸ばします。片方の方向から伸ばすと柄が伸びて形が変わってしまうので、全体を均一に伸ばせるよう何回か方向を変えながら伸ばしてください。凹凸が取れて綺麗な1枚のフォンダントになりました。ここまでできたら使いたい場所を決めます。ここに赤い点ができてしまったので、それが入らないところを使いたいと思います。ここのハートが2つ入るところを使いたいと思います。この余ったフォンダントは捨てないでください。ジップロックの袋など、口がしっかり閉まる袋などに保存すれば次のデコレーションに使えます。丸いフォンダントをカップケーキの上に乗せて中心から外側に向かって押さえ、フロスティングが出てこないように気をつけながら全体に貼り付けていきます。くっついたらフォンダントの端をケーキカップ側に折り込んでください。このままだとただのハート柄になってしまうので、フードペンで縫い目を描いてパッチワーク風に仕上げます。黒の着色料と細い筆を使うこともできますが、もし手に入るようであればフードペンを使うことをおすすめします。一針一針縫っていくようにハートの内側に点線を描いていきます。この一工夫が今回のデコレーションのポイントです。
このままでも綺麗ですが、少し白い部分が空いているので、ハートの下に点線を書き加えます。こうするとハート型の風船のようになります。こちらのハートにも風船の紐を書き加えます。こちらにアヒル柄、お花柄、星柄なども作ってみました。どんなデザインでも可愛く仕上がるので、好きな柄で作ってみてください。お楽しみいただけたでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。